何より僕の患者たちの瞳の美しさ。この偉大な自然の中で病と向かい合えば、神様について人について考えるものですね。やはり僕たちの国は残念だけれど何か大切なところで道を間違えたようですね。 クリスマスは国境近くの村で過ごしました。こんなところにもサンタクロースはやってきます。去年は僕でした。闇の中で弾ける彼らの祈りと激しいリズム。南十字星、満天の星、そして天の川。診療所に集まる人々は 病気だけれど、少なくとも心は僕より健康なのですよ。僕はやはり来てよかったと思っています。辛くないといえば嘘になるけど、幸せです。あなたや日本を捨てたわけではなく、 僕は今を生きることに思い上がりたくないのです。空を切り裂いて落下する滝のように、僕は淀みない命を生きたい。キリマンジャロの白い雪、それを支える紺碧の空。僕は風に向かって立つ ライオンでありたい。 くれぐれも皆さんによろしく伝えてください。 最後になりましたが、あなたの幸せを心から遠くからいつも祈っています。 おめでとう。さようなら。